ってくると先制をされた鳥栖はどういう考えになるんでしょう。仕掛けます。あ、このパスを受け渡して右足シュート、北海道コンサドーレ札幌先制ゴール、スパチョークが決めました。いやー今のは本当に素晴らしいゴールでしたね。スパチョークはこのパス、ここは無理せずにじっくりとボールを回して、さあこのワンツーになるか、ペースでのパス交換。西、まあ、うまくいくことといかないことの今ね連続でちょっとね膠着したような状態ですけれども、ここは出ています。ここは抜ける、並走していくルーカス・フレナンデス、そこに走った。ただこれは内山ファイン、ここは右のスペースに展開します。長澤触ってまた背後に出た、シュートですね。このまたちょっとだからね、グラウンドがスリッピーということで予測と違ったかもしれないんですけれども、初ゴールになりました。まあ、ただ、まあ、小前選手は自分のミス、宮澤、ルーカス・フェルナンデス、怪我人が多く戻ってきた札幌、チッチ選手との連携ですからね、スパチョーク選手との、かなりトスは全体的に高い位置を取っています、はい、そして中島触る、いいですね、このパス交換コンビネーションから右足のシュート、เราเล่นซัปโปโรนะครับผมนะเสมอกับทางการโตสุในหนึ่งที่แจ้งข่าวสารนะแต่มีคนนะครับ本当に若い選手というのはこういうことの連続といいますかね、はい、まあ、そういううまくいかなかった時でもそれを生かしてね、それにそのうち枠内シュートも6本数えました。でキム・ゴンヒがボールを持っています。スルーパス、スパチョーケは通させない。宮澤ボールを奪う、あとちょっと失敗ですけど大丈夫です、はい、ちょっと鳥栖の選手が1人倒れていますが、ビラズイッチシュート、西野のシュート決まった、北海道コンサドーレ札幌勝ち越し、決めたのがスパチョーク、スパチョークは連続ゴールになりました。体を入れ込んでいきました。スパチョークは今日は実はご両親それから親戚がこの試合を見に来ています。まあ、来日してから初めて自分の試合を見に来ると言っていた長澤、いいですね、ここでスピードアップ、世界に通った、シュートまで持ち込めるが、左へシュート決まった、北海道コンサドーレ札幌3点目、菅大輝ドリブル、ボールは福田、競り合う馬場です。スパチョークが追いつきました。ババ3点、宮澤、10番スパチョーク、札幌ボール、菅、スパチョーク、